サイダーのように言葉が湧き上がるは、日本の長編アニメーション映画。アニメ音楽、レーベル、フライングドッグの設立10周年記念作品。何の特徴もないショッピングモールで出会った、人と付き合うのが苦手な俳句少年、チェリーとコンプレックスをマスクで隠す少女、スマイルが、言葉と音楽で距離を縮めていく姿を描く。監督は、本作がアニメ映画初監督となる。 石黒京平。主人公のチェリーの声を歌舞伎俳優の市川染五郎、ヒロイン役のスマイルの声を女優の杉咲花が務める。なお、市川染五郎は発映が初主演での声優初挑戦となる。当初は2020年5月15日に公開予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大により公開を延期した。その後、続報はなかったが、 同年11月4日に2021年6月25日に公開すると発表され、2021年7月6日の特別試写会を経て、最終的には2021年7月22日に公開されることが発表された。地方都市、小田市に暮らしている少年と少女の物語。人との会話が苦手で他人から話しかけられないようにとヘッドホンをいつも身につけている。 男子高校生、チェリー。チェリーは言葉に表せない感情や思いを趣味で親しんでいる俳句に乗せて書き綴っていた。一方で、コンプレックスから歯科矯正中の大きな前歯を隠すため、いつもマスクをしている女子高校生のスマイル。スマイルはライブ配信を手掛ける人気ライバーで、日頃から目に留まった可愛い王見つけて配信しながら過ごしていた。 趣味の俳句以外では思い浮かんだ心情を表現できないチェリーと見た目のコンプレックスをどうしても受け入れることのできないスマイルは地元小田市の大型ショッピングモールで偶然から出会う互いにコンプレックスを抱えた二人はライバーである少女スマイルの配信を通じて少しずつお互いを知るようになり距離を縮めていった二人はショッピングモールにある 福祉施設で一緒にアルバイトをするようになり、施設の利用者、藤山が昔失ってしまったという思い出のレコードを探すのを手伝う。やがて、二人はレコードの正体を突き止め、藤山が探していた理由に触れるとともに、スマイルは少しずつ自分のコンプレックスを受け入れていく。一方、チェリーにはある予定があったが、それをスマイルに話し出せないでいた。 王の芋によるコミカライズが2019年11月27日発売の月刊コミックアライブ2020年1月号から2021年5月号まで先行連載された。監督の石黒京平によるノベライズが2020年4月24日に発売。ノベライズでは映画に登場しない場面も描かれている。ありがとうございます。